こんにちは、乃木坂48、マナッタンでーす。なんか、ひどくないですか？3年間で3500万円の書籍代って本屋さんを丸ごと買ったんですか？後から訂正するって言うんだけど、私たち庶民の納税バカみたいじゃありませんか？皆様方の温かい心のこもるご支援を頂戴して、今回の選挙に改めて当選をさせていただきました。ひとえにふるさとの皆さんのおかげであります。心から厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。二階の本読んでくれたんですね。二階俊博頑張ります。じゃあ今回はね、この今話題のですね、二階さんの書籍購入費3500万円ですね。これをね、安倍晋三と同じなんですね。あ、これね、二階さんの場合もですね、まあこれね、安倍さんがね、生前の安倍さんがまあよくやっていたんですけども、安倍さんと同じように、自分の本を自分で大量に買っていたということが分かりました。その親和会が、安倍さんの要所本の約束の日を買いまくっていたわけですよ。株式会社紀伊国屋書店、これはまあ新宿にあるね、まあ、有名な書店ですよね。ランキングですね、週刊ランキング1位、2位とか2位とかね、それになるとものすごいね、あ、すごいなとみんな思うわけですよ。でみんな注目してるんですよね、このランキングね。で、そこが領収書を出していて、領収書を誰に出したかというと、ね、自由民主党山口県第4選挙区支部様。ここの支部長はまさに安倍さんなんですよ。つまり安倍さんが本を、1500円かける2000部、代金として、上記の通りまさに領収いたしました。2013年1月24日、そしてお金が315万円。どうですか？こういうことやってるんですよ。つまり、わざわざ書店から買い上げてるんですよ。あるいは幻冬舎のね、この社長であるですね、県庁さんね。これ安倍さんとね、ものすごいお友達じゃないですか。ね。なので、鉢掛けで買えるわけですよ。幻冬舎から買えばね。鉢掛けで。ところが、わざわざ書店からですね、フルの値段で買ってるわけですよ。税込み価格ね。1575円で。これはなぜかといえば、週刊ランキング。ね。これをね、1位を目指してるんですよ。そして、そうやって、人気を盛り上げようというね。民主党政権が最終的にガタ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 してる頃ですよ。ね。もう分裂するんじゃないか。で、安倍さんはその裏ではこういうね、工作をやっていたわけですよ。ね、まあ、よくやるよと思いますよね、これね、安倍さんね。要するに、安倍さん人気ってのはね、まあね、なんでこんな人が人気出るのかなとね、いう気持ちもね、あったと思いますけどもね。こうやってね、作っていたんですよ。そして各地でそれがですよ。とにかく週刊ランキングね、1位とかね、そういうことになって新聞に書かれるわけですよ。で、書評とかも載っちゃったりしてですね、第1位、ね、約束の日、安倍晋三についてなんとかなんとかっていうね、ね、そこにね、日本人は騙されちゃってるということなんですよね。非常に悪質ですよ、やり方が。本当に僕は悪質だと思いますよ。まあね、この安倍さんのこの悪質さはですね、まあいろんなところにね、本当に悪質だと思うんだけども、ここでも悪質、姑息、本当に姑息ですよね。